セーザレ・ビットオレ、ルイジ・タンローネはイタリアの画家である。ベルガモの美術学校とミラーノのブレラ美術学校で長く教えた。サボーナで生まれた。父親はピネローロ出身の軍人であったが、1863年に父親が亡くなると母親の故郷のアレッサンドリアに移った。12歳でアレッサンドリア生まれの画家ピエトロ・サッシの工房に入り、才能が認められて、 支援者も得られて、19歳の時から、ミラノの美術学校で学ぶことができた。ジュゼッペ・ベルディーニの生徒になり、同時期の学生には、ガエダーのプレビアーティや、ジョバンニ・セガンティーニラもいた。当時のミラノの若い共和主義的芸術家たち、スカピリア・トゥーラ派の芸術運動に加わることになった。1877年に、ミラノの定期展覧会に、歴史画でデビューした。 1880年にローマに滞在し、ヴィンチェンツォ・ジェイミとアントニオ・マンチーニ、フランチェスコ・パオロ・ミケッチといった芸術家と親しくなった。1884年に公募されたベルガモの美術学校アッカデミア・カルダーラの教授に選ばれ、1898年まで15年間、ベルガモで教えた後、ミラノで母校の教授となり、1899年から、 亡くなるまでミラノで教えた。ミラノの美術学校は当時女性の入学を認めていなかったのでミラノの自邸に女性のための絵画教室も開いた。肖像画、人物画を得意とし、王の家族からの依頼を含め多くの注文を得た。ありがとうございます。